僕は二階堂さんを綺麗にしたくて来ました。ぜひ。何これ社長見てこれこれ。うわ汚ぇ。うわなんか出てきた。うわマジ社長合わせ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 。いいよって。あーそうそう社長そうそうそう。それから請求書業あのおっしゃるで YouTube 撮ってるよね。はい。収益出るよね。はい。もらえるよねそれ。もらえ。こんにちは。失礼します。掃除なんで回した方がいいかなと思って私はとっさに今回してるだけで社長来たなと思って。あれちょっとでかいよ社長。うるさいぞ。何これ。またこと言わないんぞ。優しい。ごめんなありがとうございます。ありがとうございます。何がこの前か教えてみんなここにゴルフコンペに来てくださって。何でも説明しないこれ。覚えるじゃないの。はい。あの社長にやっぱり二次会で社長に頼まれました。大丈夫です。エアコンの今日は掃除してきます。掃除じゃあじゃあうるさいぞ。こんなキャラじゃなかったぞ。さあこの野郎。アナスがアナスマジで本当にそうです。今日エアコンの洗浄やります。マジですか。はい。あ TikTok 回しますか。ありがとうございます。マジか。ありがとうございます。よくわからんけどな。まあでも綺麗になるならいいですよね。そうありがとうお願いします。じゃないこれもうやった方がいい。じゃあ本当本当にないって言ってた。内容が聞きたい。はい俺らだからね、打ち合わせ済みだからね。いやいやいや、突撃行ってもいいと思う。ただのエアコン掃除ですね、今日。エアコン掃除ですよ。ただの今日はエアコン掃除。ちょっと知っとったから。知らない、知らない、私。ぜひ。何これ、社長見てこれこれ。いや、でも頼んでないからね。社員の皆さん、はい、かわいそうです、これ。こんだけ汚かったら。なるほど、なるほど。ちょっと気づきながら言ってないのか。なるほど、確かに、はい。かわいそうです。あ、ちょっとより揺り動いてます。どうですか。綺麗になったら社員の皆さん、どうなりますか。喜びます。そうです。やっていきますね。こんなめちゃくちゃいいわからね。いいですか。いいですよ。はい、やってます。負けた。押しに負けた。TikTok やってますよね。そうですね。結構だって俺は怒ったよね。ほら、TikTok 47,000人。何ヶ月8ヶ月初めて。すごい。はい。言ったやろ社長の器は宇宙より広いやね。言ってんの交渉成立ね社長。めちゃくちゃ優しいんだから、こんなキャラじゃないの。あのだからゴルフコンペの方見てくださいって感じ。めっちゃ書いてる。めちゃくちゃ緊張してるよ多分。すいませんって心の中で思いながらやってる。ゴルフコンペの時と全然違うからねキャラ。じゃあゴルフコンペの方で見てください。どうもよろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。あ、すいませんって。ネタバラシはいい。すごい。マジでこれ本当にやるの？まあ絶対知っとったよ。いや知らなかったっすよ。嘘つくなお前。え、僕嘘つけないです。嘘つけないですね。はい。嘘つくなお前。絶対おかしいなってなんかもうなんかこういやいや目合わせ今してる。はい。裏切りの方ですか。スクリーン大丈夫です。めっちゃ汗かいてるからやって。口調じゃないでしょ。いやまあまあ暑いですよね。暑いです。エアコン切ると。はい。うん4月とはいえ暑くてもみんな寝てるからやっぱり会社の設定だからね。僕は二階堂さんを綺麗にしたくて来ました。何もそんなこと言ってない。綺麗にします。はいお願いします。解体にする
今からエアコンのオペを始めます。はい。はい。それでは塗り替え道場さんのエアコンのオペを始めます。お、簡単に外れるわ。メス。あ、僕？僕？メス？はい。まず汗。汗。あ、僕？汗。汗。お願いします。まず汗。はい。メス。メス。メス。やるわ。違う。メスの。メスのメスだ。メス。メス。おお。すごいな。取れ取れ取れ、入ってる入ってる。すごいな、本気でやりだした。ガチ掃除ですね。はい、心電図確認します。心電図確認。はい、心電図確認します。なんか体に見立ててドクトリア。どういうこと、どういうこと。何やってるんですか。よし、何やったんですか今。死亡。停止。よし、どういうこと、どういうこと。いや、わからんし。おいおいおい、取ってちゃんと。どうしよう、どうしよう。落とした人が悪いんじゃない、取らなかった人が悪いんだ。あれ、すごいな、取って。やっぱなるほど。ちょっと壊れて壊れてる。はい、うん、やば、ちょっと水溜まってるよ。水溜まってるよ。はい、社長。社長。水溜まってるよ。すげー溜まってる。下がろう。うわ、きっちゃな。うわ、なんか出てきた。社長、社員さんかわいそう。きっちゃな。やば、溜まるんだ。溜まりますよ、もう。じゃあ全部溜まってんだ。そうです、みんな溜まれそう、もう。なんで、なんで溜まるの。マジ汚い。溜まるんです、ここ。溜まるんです。空気も悪かった。空気悪いよ。空気悪いよ。空気悪いよ。会社もね、空気悪くなるからね、これやらないと。先生おるよ、なんか。これはね、そこはね、あ、そこがこの水が溜まるところ。もう、はい。はい、はい、何で。はいだけじゃ分からんけど。やって。緊張してるから、緊張してるから。どうしたね、これ。全世界の放送されました。だめ、こんなのやったら。すごいすごい。ちょっと、頭を。気をつけてよ。気をつけてほしい、一番気をつけてほしい。ちょっと、頭のネジ、締めましょうか。頭、何を言うのちょっとワンテンポ遅れるから、叩くのに。よし。全然遅いですか。全然遅いね、もうこれ。全然やらないですか。そう。そう。キャラがどうしようと思ってる、多分。このキャラでいっちゃうからな、みたいな。絶対。はい、押す。押す。絶対普通に喋りたいですよ。TikTok も回ってるから、このキャラは大丈夫。TikTok ではこのキャラなんですか。TikTok だともうちょっと抑えめです。今日はやっぱ顔やっとるから、社長になりすましとるから。そうそう、こんなキャラじゃねえよ。でこっちから書くのちょっとで、たまに優しい顔するから、めっちゃ汗かいてる。すごい、ボタボタ。汗大丈夫ですか、汗。でも、ね、やばい。やばい。やばい。顔取れてますか。顔取れてるもん。あった、暑いぞ、集中。だから汗。汗、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 俺、俺、汗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 、はい、はい、いいよ。こっちやるんだ。見て見て、うわ、結構汚いでしょ、これ真っ黒、これ結構汚い、汚い、これこれで何年、4、5年、5年、6年ぐらいかな。やってないでしょ。一回もやってないです。汚いだから。汚いだからって片言になっちゃってるから、恥ずかしすぎて。汚いだからってすごい、中に入ってくる。何これ、何これ、えすごい、こういうのがあるんだ。これは勉強になるわよ、コンセント。すごい、これ今、うちでも作ってるから商品を。そう、
そう、自社製品なんだ。これは違う。いつでもちょっと切れ気味だからね。ちょっと無理して、ね、もっと使いやすいやつを開発中ってこと。開発中だから。待て。いいよってないよ。だからね、これ今日社長もね、一回やってみた方がいいから、これ。あ、そうですね。やってみた方がいい。いや、それよ。きれいにしないと社員の皆さん悲しむから。申し訳ございません。優しい。一気に飲み干しちゃう。ああ、悲しいや。おもろい。TikTok、掃除屋健さん。掃除屋社長健さん。掃除屋社長健さん、結構面白いから。お疲れ様でーす。あ、さっきめちゃくちゃ来たかったやつ洗ってくれてますか。そうですね。うわ、すごいな。真っ黒やで。カビ汚れですね。うわ、すごいな。汚ねえな。また洗い上がったら持ってきてください。あ、じゃあ洗ってくよ。じゃあ洗ってくよ。さっき休憩の時めちゃくちゃいい人だったよな。なんかキャラ変わった、すっごい。あ、すごい、そういう風にするんだ。あ、高圧洗浄とかじゃないんだ。まず洗剤巻くよね。あ、洗剤を巻いていいんだ。すごいすごい。なんか見えんな。見えんな、ちょっと。どう、でもめっちゃ汚い、ここ。全く汚い。すごい汚い。一瞬こんな。まだ洗剤だからね、これ。洗剤だけど。ちゃんとこういう裏も洗うんだよね、しっかり。うわぁ、最悪。うわぁ、これ出していいんですか。どうぞ。こんなクーラーで過ごしてたんですよ。うわぁ、マジ洗剤つけてるだけで、ね、半分打ったから、次こっちから半分ね。また固まどになったぞ。またこのことになった。どうぞ。いい社長、あの言われる前に。さすが、さすが経営者でしょ。でも今怒られてなかった。お前な、そういうところだぜ。裏側もね。裏側もしっかりね。うん。理解同僚さんがね、やっぱり綺麗で喜んでくれたらね、僕たち嬉しいから。汗はい、じゃないでしょ。巻いてないだから、今から取れるんですよね、究極。もうほぼ取れてるけど。あ、もうほぼ取れてる。あとはこの洗剤今ついてるでしょ。はい、これしっかり洗い流してく、はい、汚れと洗剤を洗い流す、はいはい、すいません、なんか怒られてる。そうだね。はい、ちょっと社長、これやるの、これやるの、これやるの、こっちか、あんま近づけないよ、近づけない、あんまり。どっちやってるの、こっちこっちでいい、こっちでいい、いいな、はい、おお強いよ、いけついたな。めっちゃ欲しい、持ってます、ロープ持ってます、大丈夫です。入ってる、すごい、そう社員さんの顔を思い浮かべながらね。社員さんの顔を、お、こんな感じですか。そうです。おお、まあいいよ、初めてにしては。うまいね。そう、こうやってもう怒られるなら、ちょっと、うわ、これ外から見てこれ面白いな。さっきよりは綺麗になってる。綺麗じゃないけど、まだ。これが透明になるまで。あ、これがもう透明になるまでやるんだ。はあ。めっちゃ綺麗。これさっきやばかったな。汚かったね。水を取ったで、やっとね。結構どこに水が入っても全然大丈夫なんだよ。大丈夫。当たったら真水かけば外してます。外しとるから。すごい。まあまあ落ちてきたね。全部答えられてるよ。途中前だった。ね、やってくそう。覚えたね、やっと。やっと。途中に上がって覚えたね。やっと。元は段取りに行きましたね。そういうことだから。うわー、綺麗になった。
すごい、さっきと全然違う。タイヤも錆びちゃったんだ、水に浸かっとったもんで。あ、そうです。この下の部分は結構もう錆びてるやつ多いです、古いところ。あ、これそう、もう何しか経ってないのに、いや、水に浸かっとったじゃん。ずーっと水、夏は水が溜まるんで。あー、これで家だけは何でやるのか。はい、家だけは何でやるの。まあ、ちょっと回りきれない、下の部分回れたら。はぁ、仕事は忙しくあるんだ。どんな感じになるんだ。そうです。求人募集なんかもそうですか。してる募集全然来なかった。 YouTube 見て土下座やってますっていうやつは、はい、やりたい人とかね、来てください。これ見て俺もやってみたいとかあるかもしれない。こんだけ綺麗になったらね。あ、ちょっと安田さん邪魔です。そうだからね、これ詰まるのよ、これあのやってないと。これがいやこれで水吸ってくれるんだけど、もう詰まっとったんですか。まだ詰まってないと思う。今こっから。なんでこんな水が溜まったんですか。本当はこれを吸って排出しとる。そうです、そうです。これ吸って天井側から排出する。これだね。あ、だからちょっと水漏れし始めてた。水漏れしてたんだわ。水漏れしてた。ここら辺からちょっとピョポって。ああ、じゃあ多分この配管が多分どっか水漏れてる。おお。どっかね、結局。あ、じゃあそれはまた別件だ。あ、それまた違うんだ。はい、取り付けていくんだけど、まずわかるね。はい、イエス。じゃあ汗だけます。分かるね、まず。あ、そうそう。どっちが近い調子になるか取り合っとんな。はい、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 はい。いやアピールの仕方が。これも言われる前にやれよと。今のは無理。これはめ忘れるとね、漏れてくるから、こっからはめる。あ、そういうことだ。何のトラブルが多いって、ここのトラブルが一番多いから。詰まって、詰まないトラブル。だからやった。詰まっちゃって。そう。あ、ちゃんとそれもつけてないとか。つけて、いや、もう汚れて、ここにドロドロ溜まって、もう吸わない。はい、一人で、基本一人だろ。素晴らしい国は。二人じゃなくて。ああ、そうかそうか、最初にそれ取ってたのか。もうでも終わりかけですよね、じゃあ。もう終わりかけですよ。これでも高いやつとかもできるのかな。できますね、でも、はい、高いとやっぱり料金上がりますね。特殊な工事がいっぱいあるよね。はい、あの、ちょっと抜けかけがないか、見てあげる。優しさだね。優しそうだ、確かに言い方が。関係ないと思ったら関係なくなっちゃうから。なんか違う、心の説教になってきて。ちょっと自分でも無理してる。1時間半、2時間ぐらいやってるからね、これから。これは、これは、はい、いいね、安い。ようやくできるようになったじゃん。いいよ、安い、そうやって自信持って言えないか。あ、汗、おわ。今ちょっとアウンだったね、今。そう、やっと今になって、終わりかけになって、ちょうどアウンの呼吸ができるようになってきた。一旦ブレーカー上げるよ。あ、シュンって。あ、先にやるんだ。さっき戻ってた。あ、なんか煙出てきたけど大丈夫。冷房じゃない、これが。めちゃくちゃ効いてんじゃないじゃん。うん。いや、マックスだからね。あ？マックスだから。20。うわ、冷た。うわ、めっちゃ冷たい。冷たいでしょ。あ、すごい、一気に冷えてる。全然違う。ほら。すごい。一気に冷たい。うれしい。嬉しそう。めっちゃ嬉しそう。大成功ですね。大成功。急に来てこのデザインまでさせられて。電気代とかもさ、安くなるね。もう本当にビビたるもんだけど、そういうレビレーサーしっかり見てるから、洗浄したら安くなる。設定温度がちょっとあれですよ。もう戻ってもいいぐらいですね。もう無理しなくていいですよ。本当はこういう人でしたって。無理しなくていいです。ありがとうございます。もう普通で本当はこういうキャラでしょって。こういうキャラで、真面目でやらさせていただいております。今日は無理して社長風にね、ちょっとやっちゃいすぎちゃって。すごいな。すごい、めっちゃ涼しい。もう復帰、あと涼しいな。あと3時間ぐらい、回して
待って、呼吸。あ、3時間回す。何か。本当？そうでしょ。これ微妙に分かんないよ。メスメス。はい。はい。あ、ついてるんじゃない？あ、ついてるか。いや、水産社長の人ついててるだけだからね。お前やな。ああ、すごい。これで完成ですか？これで完成です。わあ、すごい。よかった。超涼しい。よかった。なんか突然来てもすごかったな。いやでもすごい綺麗になって、こんだけ綺麗になっ、なんていうの、すごい涼しい。涼しいやん。すごい飛ぶよ、やっぱ。いいよちゃん喜んでる。うん、もうちょっと言ってあげてください。安井君喜んでる。社長どうですか、社員さん喜んでる姿見て。いや、それは嬉しいけど。でしょ？ちょっと誰かのうちは絶対だろ、これ絶対。さすがにそんなキャラじゃないですよ。そうじゃないですか。なんで私見たんですか。そういうことじゃないですよ。ちらっと私見てくださいよ。ゴルフコンペでいい出会いがありまして、はい、いい出会いがありました。突撃しようと思ってたんで。だからいたいた社長見て、これね、ちなみにこれ1個やっていいかな。あー、そうです、社長、そうです、そうです。それから請求書記をあの、したんで、これお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ気です。でも2万2000円なんだ。2万2000円です。本当にちゃんと言っていいですか、それ。払うの俺。払わないでいいじゃん。いやいや、そんな社長、ただの買い物します。ただで買います。お家に行ってきて。うちのチャンネル、じゃあまあいいですよ、2万2000円だけど、うち案件が一応大体20万から30万。おー、すごいすごい。社長いいそれは。今日YouTube 撮ってるよね。はい。収益出るよね。はい。もらえるよね、それ。もらえるよね。出演料もらえるよね。YouTube で今日、社長儲かって、うん、YouTube 撮られて、うん、収益出て、2万どころじゃないですよね。社長も。立場逆転です。いいやつだ、ほんとに。ちょっと一回りで。これ買うために探し回って。あの、言ってくれたら新しいやつめっちゃあるんですから、500個あるんですから、今。めちゃくちゃある。ヘルメットは事前準備しといて。マジで。弊社、あの株式会社グッドジョイ、はい、で TikTok が掃除屋社長健さん、掃除屋社長健さん、はい、で TikTok にインスタも載ってるんで、うん、エアコンの清掃とかお困りでしたら、うん、ぜひご連絡ください。まあまあ、でも本当に掃除ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に絶対やってください。わかりました。今度ね、その時も、まあ、動画全部撮るかどうかわからない、ちょっとまた一緒にコラボしたいね。はい、ぜひ、はい、ぜひ声かけてください。はい、お願いします。お願いします。せーの、また見てー。請求書そのままだしね。